第4次マケドニア戦争は、共和制ローマとマケドニアの間で争われた、マケドニア戦争の4度目にあたる戦争である。紀元前148年に行われた。マケドニアとの戦いに勝利したローマは、マケドニア全土を、ローマの属州とした。第3次マケドニア戦争の結果、アンティゴノス長が支配するマケドニア王国は消滅し、マケドニアは分割され4つの自治領から構成される。 こととなった。それから約20年後の紀元前149年に、アンティゴノス朝最後の王、ペルセウスのコピリップスと称したアンドリスコスが、マケドニア王を名乗り、ローマからの自立を宣言した。開戦直後はいくつかの成功を収めたが、紀元前148年に入って、ローマから派遣されたクイントスカエキリウスメテルスが、ピョドナの戦いでアンドリスコス率いるマケドニア軍を、 激破し、アンドリスコスは、ローマ軍に捕らえられた。なお、この戦いはファランクスが用いられた。戦史上最後の戦いとしても知られている。クイントスカエキリウスメテルスはこの功績により、マケドニクスの損傷を得た。戦争から2年後の紀元前146年に、マケドニアは、ローマ族州となった。なお、同じ紀元前146年に、 ローマ軍は二つの都市国家との戦いにも勝利を収めている。すなわち、スキピオア・アエミリアヌス率いるローマ軍がカルタゴ、ルキウス・ムンミウス率いるローマ軍がコリントスをそれぞれ破壊したことである。ありがとうございます。